ID って知ってるか？え？浴衣でデート？あ？焼肉大好き？違う！やりたいことしかできない病、それがこの俺、香美純一郎だ。私は私立柊木学園理事長、柊木小弓。あなたをスカウトに来ました。秋葉で俺を出し抜こうってのがそもそもの間違いだったと思って諦めてくれや。そこの変則ツインテール、彼女の退学処分が不当だ。取り消せ。メイドの品格ですって。そうさ、それが分かんねえお前にその子を退学処分にする権利はねえな。本来メイドは19世紀のイギリス、ビクトリア朝時代に富のステータスシンボルとして広まったもので、種類はハウスキーパーメイドからステップガールまでざっと17種類あるわけだけど、メイドカフェのあれはオリジナルと全然違う偽物でしょ。バカバカしい。やっぱりダメだ、全然分かってねえよ。な、何が分かってないのよ、言ってみなさい。いいのか。それを俺から教えられたらお前は俺を教師と認めることになるぞ。この学園の理念は自ら学び考えて答えを導き、自陣を成長させて豊かな心を育むこと。メイドの品格、そんなもの何なのか分からずとも、あんなまがいものの店でのバイトなんか学園の理念に反しているに決まっています。絶対、え、絶対にそうだってこの私に誓える、マキナちゃん。いや、そうに決まって、絶対。じゃあそういうことで。おかえりなさいませ、ご主人様、お嬢様。なんで私が。じゃあ私行ってきます。かかみまた来てくれたんだ。あ、店長。店長、この子供が。っていうか兄、この店来たことあるの？1、2回。カガミンは1ヶ月で50回ご帰宅という記録を持つプラチナ会員様なんですよ。っていうか午前中も来てたし。へえ、私に黙ってそんなことにお金使って。いや、ここって学校がモチーフのメイドカフェだから教師のイメトレに。嘘こけ。仲いいですね。話は戻るが、彼女がこの学園メイドカフェハートオーハートの店長だ。見た目こそ小さいが、彼女はイギリスにメイド留学したこともある俺の同級生。北山みなみ17歳です。17歳です。
それで店長、一つ頼みがあるんだが。何？今日一日そこの変速ツインテールをバイトさせてやってくれ。え？なんで私が？実際やってみなきゃメイドの品格なんてわかるわけねえだろ。一人でやるのが嫌ならうちの妹にもやってもらうから。はい？それならいいだろ。そんなバカな話、理事長からもなんとか言って。ご帰宅中のご主人様、お嬢様、校内放送です。本日新たに2名のメイドが我が学園に入学してまいりました。マッキーちゃんとスズちゃんです。でもお前、あいつがあんなにメイド嫌がってたのにどうして何も言わなかったんだ？それはですね、私はあの子のああいう顔を見るのが大好きだからです。ああ、そうなんだ。お待たせしました。ご主人様、黄金ポテトでございます。どうぞごゆっくり。ちょっと待てマッキー、このポテト、あれが足りないぜ。美味しくなる魔法がかかっていない。魔法？ほら先輩見てみろ。あの子美味しくない。もいもいキューはあ。あいつやっぱり。あんなことするの？この私が。ねえねえ、魔法まだ？ほら早く。もういやー。意外と大したことねえな、変速ツインテール。あんたそれ。このポテト、キリコが魔法をかけたら超うまくなったぞ。すげえなあいつ。これからポテトと呼ぶことにしよう。何よ、あんなのメイドでも何でもないじゃない。もいもいキュー。別にあんなことできたって。まあ何でもいいけどさ、自分にできないことできる人間を退学処分にするのってどんな気分だ？つまんねえ、つまんねえキャラだなお前。オプション付きは確かに面白いけど、お前みたいなのが右腕なんじゃあいつの計画もワンクールで打ち切り決定だな。待ちなさい。あ？ちょっと休憩していただけよ。この桃園マキナを舐めないでください。お店に戻ります。おお、大きく出たな。さてと。それじゃあ授業は始めるか。いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。そんなに固くならなくていいですよ。ご主人様に喜んでもらうためなら何をやってもいいんです。ここにルールなんてないんですから。お待たせしました。よかったな、たけし。大好きなオムライスだぞ。うん。お待ちください、ご主人様。ありがとう。どういたしまして。見てよこれ、食べるのがもったいないよ。どうぞごゆっくり、ご主人様。おいおい、まさかその程度で分かったような気になってるんじゃないだろうな。別に私は。メイドにとってオムライスに名前なんて初歩の初歩。うちの妹だって普通にこなしてるぜ。さらにはあれを見ろ。はい、完成です、ご主人様。おお、まさにアートだ。それだけじゃない。ここには十人十色のご主人様が存在する。
それぞれが求めるものが違うことをきっちり把握し理解しなければならないのだ。な、何を。例えばあれだ。あのオレンジジュースを。ああ、オレンジ。いや別にオレンジじゃなくてもいいですけど。ほらよ。あのグラスは。ああそうだった。じゃあこれ。これでどう飲めと。注文多いわね。はい。ありがとうございます。あんなの接客じゃないわ。いいや、よく見ろ。あのご主人様嬉しそうだろ。そうだ、店長は瞬時にご主人様の求めるものを見抜いてわざとあんな接客を行っているんだ。あのすみません、呪文をお願いしたいんですけど。ああごめんごめん、すっかり忘れてたわ。おいしくなあれ。はい、以上。ひどい。でもなんか嬉しいかも。あれこそがエキスパートの技。時には放置、時にはドジっ子、そして時にはあの年齢で妹キャラを演じてみせる。相手のニーズに応えて設定を変更することがあの店長にはできるんだ。奥深いよなメイドってやつは。変則ツインテール、果たしてお前はどこまでその域に迫れるだろうな。言ったはず、私を舐めないでって。とことんやってやるわ、徹底的に最後まで。そうだったな。萌え萌えキュー。やだ、またご帰宅ですか。ヘイヘイ。いってらっしゃいませ、ご主人様。さて一日やってみてどうだった。変則ツインテール、メイドの品格はつかめたのか。そうですね、相手が少しでも心地よい時間を過ごせるように形式にとらわれることなくその思いを汲み取る想像力を持つことでしょうか。50点。ま、50点でもそれだけ言えればわかるだろう。確か伊調学園の理念は自ら学び考えて答えを導き自身を成長させ豊かな心を育むことだったっけか。そうですけど。じゃあなぜポテトは退学なんだ。まさか校則で決まってるからなんてモブキャラ並みのテンプレートーク吐くんじゃねえよな。うるさーい。もし100歩譲ってその通りだったとしても、所詮メイドカフェはメイドカフェ、世間の認識はその程度なのが現実です。学園のイメージと秩序を守るために彼女は処分します。これは決定事項です。いいね、俺好みの展開だ。まだまだ授業は終わらないぜ。これで A パートが終了、勝負は CM 明けの B パートだぜ。なあお前あのツイート見たか。ああ見た見た、今夜9時だってよ。へえ、ちょっと見てくっか。お、行ってみる。そうね、行ってみよう。この辺だろ。一体なんだろう。そもそも発信元誰よ。B パートですって。ああそうだ、変則ツインテール、お前メイドの良さは理解したが世間的に意識が低いから学園のイメージを守るためにポテトを退学にするってんだよな。じゃあその世間の認識ってやつを変えてやるぜ。こいつがな。何の話ですか。まあ見てろ変則ツインテール。さ、歌っていいぜ。
ントで情報をばらまいたから見物人もすげえことになってんな。何これ。あとはお前が完璧なパフォーマンスを披露すれば世間の認識なんざ一晩で変えられるさ。そんなのが B パート、バカじゃないの。無理です、私にそんなことできるわけ。できるさ、だってお前メイドの中のメイドと呼ばれた伝説の地下アイドルカッター少女だろ。当初七瀬でヌコ道に動画が上がったにもかかわらず、パフォーマンスがあまりにもキレキレだったためにいつしかカッター少女と呼ばれるようになったメイド服の少女。校門でぶつかった時どこかで見た子だと思ったんだ。ただお前動画じゃいつも顔が映らないようにしてたからさ。でもここで働くお前の姿を見て確信したよ。ごめんなさい。私、待ちなさい敷島さん。今の話本当なの？地下アイドルとかやってるって、どうしてそんなこと。私小さい頃からメイドさんの服が可愛いから大好きで、だからここでバイト始めたんですけど、バイトで歌ったり踊ったりしてるうちにだんだんそれ自体が楽しくなってきちゃって、お店と関係ないところでそういう個人活動を隠れてやるようになっちゃったんです。すみません、私マキナさんにご主人様を喜ばせるのがメイドとか言っておいて、自分のためにメイドやってました。私は先生やみんなが思ってるようなメイドの中のメイドどころかメイド失格なんです。自分勝手な女なんです。だったらこれを見ろ。それは、おい変則ツインテール、こいつが残りの50点だ。この写真を見てもお前はそう言えるのか。なあポテト、自分が楽しくて他の人も楽しませることができるなんて最高だと思わないか。胸張っていいんだぜ。お前は秋葉のメイドの鏡だ。最高のステージ用意したから世界中のご主人様を楽しませてやれ。ちょっと待ちなさい。やめなさい。今やめるなら退学の件再考してあげてもいいわ。でも大勢の前で歌ったりしたらあなたは確実に終わりよ。あなたが歌ってもそいつが言うようなことになんか絶対にならない。現実は何も変わらない。あなたがバカを見ることになるだけよ。そんなオタニートの口車に乗ったら人生めちゃくちゃになっちゃうわよ。そんな奴の言うこと信じちゃダメ。私気づいたんです。退学になっても死なない。でも生きがいをなくしてしまったら私は死んでしまうんです。変則ツインテール、見せてやるぜ現実が変わる瞬間をな。まだかよ。待つのは慣れてっけどしんどいな。もうそろそろじゃね。おい、あれなんだ。女の子が立ってる。マジか。動き切れすぎだろ。っていうか動画も
すげえ、他のビルのスクリーンと動き合いすぎだろ。どこの動画職人だ。どれどれ、こんなのなかなかお目にかかれないって。なあアップするメグメ、何したらいい。なんだお前知らねえの。あの子はな、メイドの中のメイド、カッターショーズだぜ。すごい、マキナちゃん。今の動画世界中の投稿サイトでもう閲覧数が1000万超えちゃったんだって。1000万。今あの子を退学にしたら学園のイメージダウンになっちゃうんじゃないかな。どうして、なぜ理事長は彼女の味方をするんですか。違うわよ、私は面白い生徒の味方。あの子は加賀美先生に出会うことで自分の面白い姿を取り戻すことができました。加賀美先生なら私たちにもきっと見せてくれます、日本の面白い姿を。今日の授業はこれまで。ありがとう。デイバイデイ、そうステップバイステップ、響かせたいこの声を羽ばたかせて、世界中にフルな愛を、愛を今ここから伝えたいよ。キャストチリ、信号が変わるとすぐに人の涙流されそうで、この街を歩くにはきっと胸先輩、加賀美先生の教え子ですか？